後半はちょっとこの時代の時代背景も振り返ってみようかなと思います。さあ皆さん、ロココ時代の時代背景を振り返っていくんですけども、まずね、一番分かりやすいのはこの時代の王様ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世の時代をちょっと、見ていくと、ロココ美術のロココ様式の、まあ、理解が深まると思うので、ちょっとこの授業にも付き合っていただきたいなと思います。さあロココ時代、ね、ロココ様式とも言いますね、まあ、要はこういう、まあ、この当時流行ったスタイルって言えばいいですかね、のことなんですけど、まあ、一般的な認識としては、こちら私の勝手な個人的な意見ですので、一般的な認識としては、これも私の思い込みが強いですね、女性の感性が美術史の中では、まあ、珍しく前面に出てきている、女性がリードした美術文化、ポンパドゥール夫人ですよね、ということができると思います。そして作品の特徴としては、曲線的な作品が多い。皆さん猫足って聞いたことありませんか？椅子なんかでもこういう形、足がぐにっと曲がった感じ、家具なんかにあるんですけど、こういう様式っていうのはこのロココ様式、ロココ時代の家具の特徴なんですよ。これね、一遍調べてみると面白いんですけど、こういう形の家具って高いんですよ。やっぱね、今でも一部の人にものすごく人気があるんでしょうね。それから過剰な装飾、私ここでゴテゴテって言いましたけど、この女性的なゴテゴテ、これがまあ過剰な装飾、はい、あとはまあ 色使いが明るい、私あのピンクを混ぜてるようなってことを言ったじゃないですか。そんなような意味合いで、まあ、一般的には認識されているのがロココ様式、ロココ時代の作品の特徴である。さあじゃあ歴史を少し勉強していくんですけども、ルイ14世っていう人、この人は別名太陽王と呼ばれてます。すごいですよね、太陽王、まあ、とにかくこの人は絶大な権力を持っていた人なんですよ。で、有名なフレーズがあります。すごいですよ、秦は国家なり。すごくないですか？私の時代が来た、もうすごいと思うんですけど、秦は国家なり、私はフランス王国そのものだっていうわけですよ。ちなみに申し遅れましたけど、これあのフランスの王様ですからね、この人もフランス人、この人もフランス人、フランスの中で、まあ、あのもちろんフランスの中だけではないんですけど、まあ、主に、流行ったといいますか、盛り上がった、様式文化でもあるんですよね。で、このルイ14世、絶大な権力も、まあ、お金も持っていましたので、あの有名なベルサイユ宮殿、あれを作ったのもこの時代なんですよ。さあルイ15世になってきます。ルイ15世に代替わりするわけなんですけど、ルイ15世の頃には実は財政がかなり悪化してるんです、フランスというのは。このルイ15世はベルサイユ宮殿に住むことになるんですけども、実はこの辺りからロココ様式っていうのが盛り上がってきます、生まれてくるわけですよ。なんでかっていうと、ルイ15世別名二つな最愛王という名前があります。まあなんとなくわからんでもないですよね。正式な奥さんがいて、そして正式な妾までいるということなので、こういう名前がついたのかなと思うんですけど、この時期あんまりお金がなかったから室内に引きこもろうとするんですよ。あんまお金ないよね、まあどっか旅行に行くっていうのもなんだしって、外に遊びに行くっていうのもなんだしって、まあ家の中で過ごしましょうよと、引きこもりましょうということになるわけですよ。室内で過ごすことが多くなるんですね。そうなるとどうなってくるか、だったら部屋の中の模様替えしましょう、インテリアにこだわりましょうっていうことになってくるんです。ロココ美術っていうのはどっちかっていうとインテリアからスタートしてるんですよ。
そこから、まあ、絵画とか陶器とかそういったものにどんどん派生していってるわけなんですよね。で、このルイ15世が生きた時代にポンパドゥール夫人とかブーシェっていうのが、まあ、活躍をした。この頃ね、実は一番ロココ様式でいうと盛り上がった時代だったんですよ。室内で過ごしましょう、まあ、だから家の中をちょっとあのいい風にしましょうっていう風にねやったのがこの時代だったので、ルイ15世が亡くなった後ルイ16世に代替わりするんですけど、実はこのブーシェが亡くなったあたりぐらいからロココ様式が批判されるようになります。理由はいくつかあると思います。でも一つはやっぱり私これじゃないかなと思うんですよ。この様式が要はけばくないって言われるんです。まあ美術史っていうのも男性のねやっぱ歴史ってところもあるんですよね。皆さん知ってる作家ってやっぱみんな男性じゃないですか。男性が作ってきたっていうイメージが強いと思うんです。でもこの時代はやっぱり女性がアートをバックアップしていた。それによってやっぱ女性好みの様式っていうのがロココ様式となって現れてきた。それに対する批判っていうのもおそらくあったんだろうと思います。それからブーシェっていうのは、まあ、ルイ15世にも随分可愛がってもらってるし、かなり、まあ、美術界では高い地位にいたんですよね。そういった反発みたいなものもあったんじゃないかなってことをなんとなく思うんですけども、さてルイ15世に代替わりをしました。ルイ15世これ2つの私知らないんですけど、この人ギロチンにあって死んでます。つまりフランス革命が起こるんですよね。このフランス革命っていうのは貴族を引きずり下ろせと、聖職者なんていらないと、フランスという国は平民俺たちが良くしてくんだと、もう王様とか聖職者たちに任せるそんな時代じゃないと、そういう革命が起こって、まあ、結局ルイ16世も公開処刑されてしまう。ここでロココ様式っていうのは、まあ、一つの終焉を迎えるわけなんですよね、はい、ちなみにルイ16世っていうのはあのマリー・アントワネットが奥さんなんですね。このマリー・アントワネットの二つだロココの女王と言われてるようです。ブーシェが死んだ後一度ロココ様式は批判されるわけなんですけども、まあマリー・アントワネットのこの名前があるぐらいなのでやっぱここぐらいまではロココ様式っていうのは細々と続いていたんでしょうね。この間本当にね何年ぐらいだろう、100年ないぐらいじゃないかな、100年ないですね、100年ない、ほんの数十年のこの様式というのをロココ様式、ロココ時代というふうに言うんです。はい、本当に短い時代なんですよね。女性がリードした美術文化、そしてほんの少しのこの時代の中で生まれた愛されたこのロココ様式、はい、私ね以前こんな話をしたじゃないですか。美術作品というのはその時代の中で価値がある、その時代の中で光り輝くんだっていう話をしたと思うんですけど、一旦でもこのロココ様式は批判をされ、それからあんなものはダメだ、ケバケバしいからダメだって言われることになるんです。でももう少し時代が下って19世紀になったぐらいからもう一度その価値が再認識されてくるんですね。そうやって考えますとね、その時代の中でこそ光り輝く美もある、その時代の中だったからこそ批判されて衰退していく、そういった作品もある。
けれども時代を超えて語り継がれていく美というものもある。さあ今日勉強したのはブーシェという作家ですね。ロココ時代の代表作家であるブーシェ、そしてそのブーシェを、まあ、支えたポンパドゥール夫人、そしてその時代背景にあるルイ14世、ルイ15世、ルイ16世、こういった時代背景を勉強してきました。さあ今日の授業はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。